そう、プレイボーイ。かわいいよね、プレイボーイの洋服って。こんばんは。いやね、この間見つけた、朝話したじゃん。そのカラコンがこれ。いや、めっちゃでかい。すっごいでかいんだけど。つけちゃおうかな。すっごい久しぶりなんだけど。本当に？かわいいよね。ちょっとつけちゃおうかな。久しぶりに。でもね、こっちのカラコンがナチュラルなの。こっちのカラコンがめっちゃナチュラルで。こんばんは、まいちゃん、今日もお疲れ様。で、こっちがナチュラルで。ね、こっちはね、2セットあるわけよ。多分ね、こっち2セット、ちょっと待っててね。多分2セットあるんだろうな。このリュックの中に入ってるはず。あった。いやね、まあ、ね、カラコンしてたんだけど、今はしてなくて。それで部屋片付けたら、なんと出てきたんですよ。いや、めっちゃでかい。めっちゃでかい、これ。こんなのつきたくない。まあ、好きじゃないんだよね。部屋着で履いてる。いや、ちょっと楽しみだったから。気分屋だから。 いいよ。前14.5？ 14.5。キャンマジのシークレットキャンディ、開けちゃった。じゃあつけちゃおうかな。でっか！超久しぶりにつける。ダイナルクマさん、ありがとう！ちょっと待ってね。じゃあこっちの目に。ありがとう！すぐるー。いきます。つけます。でっか。いや、でかいでかいでかい。こっから、これ裏かもしれない。ちょっと痛い、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 痛い。これ裏だったかも。ちょっと待って。ちょっともう一回付け直す。付けます。めっちゃでかい！ちょっと待って。あ、こっちだった。つけられた。うわー、でかい、気持ち悪い。こんなつけたの気持ち悪い。待って。でかくてちょっと気持ち悪い。あー、初見だ！ありがとう。わー、でかい。すごいでかい。あ、思っちゃいい。あ、ちょっと涙が。でかくない？マカロン久しぶり！本物こっち、偽物こっち。マユティンです。カラコン似合わないね。こっからちょっとシャドウしてっていい？こっからメイクしたい。ちょっと久しぶりに自分の顔で遊ぶ私は。あ、ユリ久しぶり！ハーフ&ハーフ。これ、何番だろう。シークレットキャンディーマジックの7番だった。ちょっと、めっちゃキャバクするね。片方だけ。マジで、本当に。ちょっとファンデーションやろっかな。ファンデーションもじゃあちゃんとやる。じゃあ、半分だけメイクをしていきたいと思います。はい。じゃあ、下地から。もうね。時間がちょっとないから適当にバッて塗っていくね。
うん、スタジオでいつもこうやってね、適当に眉を塗ってます。時間がないときは。ってことで。それで、はい、次、ファンデーション。よいしょ。なんか目ちょっとこすっちゃった。痛い。ちょっと気持ち悪い。本当にキモいんだけど、目が。ギャル、いやちゃんとつけまとかもつけちゃう。本当に、ちょっと、ギャルやるんだったら本気で眉やる。スポンジ。本気でやる。あー、白い。気持ち悪くない？可愛くない。ギャルだったらちゃんとセーラー服とか着たいな。まあいいわ。白くない？白いよね。あのね、画面で見るとすっごい白い。あ、眉毛につけちゃった。間違えちゃった。よそ見しながらやったら、変なところにまでつけちゃった。眉毛あんまり変わらないな。ゆり、久しぶり。はい。ちょっとウェットティッシュが欲しい。あった、近くに。ザワチンマイティ。はい、そしたら、次。あ！今リキッドつけたから普通のファンデーション。で、顔をね。ずっと一回来ない、来ないのか。じゃあ次だね、次だね。14.5 でかいわ、眉には。14.5 は眉にはでかい。ねえ、眉、神戸の子は、ねえ、ふうみん楽しみにしてるね、眉も。そういえば前にあえちゃんが、眉のメイクは黒を白にするだけで、ね、あえちゃんそう。もう黒なの、私。はい。ファンデーション終わり。ね、本当に白くしたいときは、この、フェイスパウダーも使います。ちょっと今日やろう。今日ね、別に決めてない。早い時間から始めたから、2時間くらいやろうと思えばできる。まあ、早く今日ジム行かないといけないから、雨降るから、やっても1時間半かなって感じ。前もこんな時間にメイクしてさ、しかも半顔。はい、次、眉毛。眉毛はね、もうキャンメイクでいいんですよ。はい。ちょっと眉毛描きたいと思います。握手会に行ったら、ちょっと結婚。初見なのに開いたらファンデーションしてて。ねえ初見はい、やっていきまーす。ちょっと、ごめんなさい。ちょっと初見、レアちゃん。ねえねえ、今さ、まあ、さ、つけまないわけ。つけまはないから、だから、頑張ってマスカラで、つけまっぽくする。マスカラで頑張る、ちょっと。はい、眉毛。ちょっと。画面で見るとすっごい濃いんだけど。まあいいや。こっから、ノーズやっていきます。俺のメイクしてくれない？え、なに？
すっごい眉毛濃く見える。1時間配信これ、うーん、わからない、わからない。1時間はやる。でもちょっと待ってね、みんなコメント読めなくてごめんね。メイク、まあ人のメイクするの好きだよ。ちょっともうちょっとちゃんとノーズ入れよう。いいえ、今目、今来たから片方だけ目、そう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 。今日片方だけ。はい。終わったら、ちょっとね。次、チーク。お、こんにちは!マイティンだよ!暗いよ、ごめんよ。眉はね、目の下にチークを入れるのが好きなんですね。はい。以上です。はい。いや、これでジム行くわけないじゃん。ちゃんとメイク落とすわ。ちゃんとこっちもメイクしたら、あれだけど、気持ち悪いな、ほんとに。マイティーよ。タケちゃんズだよ。タケちゃんズなんかお久しぶりじゃない?ちょっとじゃあ、シャドウね。今日はマジ濃くしてく。ほんとに濃くしてく、シャドウ。前コスメデコルテのあれだよ、フェイスパウダー使ってる。コスメデコルテいいよね、いいよね、好きだよ。前もコスメデコルテで、ちょっとね、ちょっとこれが一番最初に買ったシャドウなんだけど、ここの底見えのね、色がね、まあ、一番好きで、ここのシャドウね使っていきます。あ、やっほーやっほーやっほー、こんにちは、ブスです。どうも、こんにちは。お目目大きいよ。そう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 、スイーツスイーツ。一番最初に買った化粧品。で、この色をアイホール全体に塗っていきたいと思います。はいはいはい。ごめん。黙ってれば可愛いのにって言われた。ごめん、黙れない。だから、まゆ、ブスなら俺、でも、本当に、あのね、違う。やっぱり、こっちの方が肌が綺麗。こっちの方が肌が綺麗。でね、まあ本当に、シャドウは、濃く。めっちゃ何度も重ねる、塗りする。かな、まあいいわ。うん。ルーニーありがとう!うん、叫ぼう?ちょっと一緒に叫ぼう?ヤッホー富士さんっていう。でね、まあいいね。最近ね、すっごい思ったんだけど、あのね、涙袋にピンクのシャドウを入れると、すっごいね、涙袋がでかくなることに気づいてね。もうね、それからもう、ピンクのシャドウを絶対ね、入れることにしたの。涙袋に。まゆね、あのね、シャドウブラシあるじゃん?それでね、シャドウしたくないの。ちゃんとこういうやつでシャドウしたいの。そっちの方が濃くなるじゃん?待って、富士山って言うよ。ヤッホー、富士山って。いいんじゃない?濃くなってきたよ。そしたら、一番濃い茶色のシャドウを塗っていきたいと思います。これは半分に塗ります。怖っ!おい、翼!黙ってればトップアイドル、イエーイ!嬉しい!私トップアイドル、イエーイ!桜もいいこと言う!
黙ってれば人間、あ、私何？じゃあ黙ってなければ何なの？いや、怖っ。気持ち悪い。ねえ、気持ち悪い。ねえ、まゆ、オニオーバーラインは、あ、引きたくないな。どうしよう。オニオーバーラインを引こうか迷い今。引かなくていっか。引かなくていっか。みんなどう思う？オニオーバーラインをこうやって引いた方がいい。でもね、つけまがないから引きたくないの。つけまやっぱつけたい。つけま。あ、最高ですね。え、最高じゃない、マユは。本当に黒目が大きくてちょっと気持ち悪い。気持ち悪い。妖怪人間、闇に隠れて生きる。ルーニーありがとう。いいこと言う、いいこと言うよ。モテないわ。本当にモテたことない。私ってモテ期が来たことないと思う。みんなはありますか？モテ期が来たこと。モテ期が来たことありますか？皆さんはありますか？今日ね、髪の毛巻こうとしたんだけどね、時間がなかったから、ちょっとストレートで。私もない？本当に？私もモテ期。かわいい妖怪だね。ありがとう。ありがとう。ありがとう、嬉しい。てか、妖怪じゃん妖怪じゃん。あー、妖怪っぽく見えた今。そしたらね、こっから涙袋に、まず、構成マンチあんの？あ、今日インスタいいね、ありがとうね。え？今日、あー！いいえ。そしたらね、ここの、ピンクの色のシャドウをね、私はね、涙袋にトッと塗ってきて、トッとだけ。私、妖怪じゃないから人間だから。いや、早く人間になりたいって言うけど、人間だからもう、ごめん。いや、こっち側人間だし、こっち側妖怪かもしれないけど、こっち側人間だし、ね。そしたら、ピンクのシャドウを塗って、さらに涙袋をでかくしていくよ。みんな、おすすめだから、やってみたね。ちょっと。みんな、そしたらね、私はね、また、さらにこれで、涙袋をでかくしていくよ。今日は、ちょっと、ギャルじゃないかもしれないけど、私的にギャルっぽくしてるつもりだから、ちょっと、涙袋はね、たくさん、ちょっと、涙袋を出さないといけないから、いつもより、影をね、濃く描いていきたいと思います。闇に隠れて生きる。私は妖怪人間なのだ。ピンクのミホでございます。こんにちは。高橋舞でございます。実は今年に入ってから二人から告られたけど。いや、妖怪じゃない。私は、カラコンを見つけて、久しぶりにポッと入れて、ポッと入れて、だだ。あれ、LINE が。はい、じゃあ次、LINE。ちょっと、私は無言になるので、コメント、今読んどきまーす。せっかくだから、足裏、なんちゃらかんちゃら。なにそれ？なに？足裏なんちゃらかんちゃらってなに？トキ様のベッドですから。え、じゃ、君は前の執事か。前のショールーム見てたらお母さんに二度見された。私ってそんなにおかしいの？ねえ。
まゆさんお綺麗ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こうやってね、目つぶるとね、クラマしかもそんなの。ほら、見て。LINE やるの ?LINE、はい、やってます。はい。まゆさん、起きたいって言われるの嬉しいな、やっぱり。持ってきなんて来るわけがない。ずーっと、片思い。片思いっていいよね。私もそんな甘酸っぱい恋をしてみたい。でも、いい人が現れない。さあ、どんどんみんな魅力をね、出して私にアピールをして。でもそんな人もいない。アシュラ男爵。何それ？アシュラ男爵って何ですか？マイちゃんかわいい！うれしい！マイちゃんうれしい！マイちゃんかわいいってコメントすごい、なんか、すごい、近かと思われた。ちょっと待って、これはちょっとちくわってちょっと書かないといけなくなっちゃうよね、顔に。ねえ、これはちくわって顔に書かないといけないかな。うん、そうだよね。ちょっとお待ちよ。問題が多すぎちゃった。見て、私の顔にちくわって書いた。ありがたわ。いや、こうしか書けなかった。え、眉から見たらね、反対じゃないの。眉から見たら反対じゃないの。うん、眉から見たら反対じゃないの。コイくん、こんにちは。じゃあ、ここに書いとくね。ここに書いとくね。ちくわ、嬉しい。ありがとう。嬉しい。嬉しいよって、たわー。でもね、ちくわって書いてあるから、ほんとに書いたから、ほら。書いたから。ってことで。ね、みんなスクショして。はい。こんにちは。本当はね、ホワイトボードにしようかなって思ったんだけど、今ホワイトボードがこのありざまだから。ホワイトボードこんな風になってるから。そうだよね。これをアイコンにやっぱりしないとね。ってことで、マーク再開スタート。はい、今からメイクをね、また続きをしていきます。はい、LINE 書いていきます。ちょっと無言になります。はい、
ありがとう。うん。こんな感じかな。はい、LINE 書きました。ね、本当にちくわありがとうね。ね、本当にありがとう。ね、ルーニーとかすぐるとか、ダイダラとか、ユリとか、まあ、コヒくんとか、まあ、みんなもありがとう。神戸の件もありがとう。いつもハートくれて。でも、ちくわありがとう。そう、タワー立ってんの。タワーちくわくんが立ててくれた。嬉しい。嬉しい。だから、ここにね、ちくわって書いた。はい、次ね、ここのね、目尻のところにね、シャドウをね、塗っていきたいと思います。3月3日のグループ撮影会の110、嬉しい嬉しい嬉しいんだけど、兄弟います。この目尻のところに、シャドウを塗ると、ちょっとデカめ効果が、ね。はい、もうちょっとで終わります。目の大きさご覧ください。はい。実は、まゆ、一回、お友達とイオンで遊んでるときに、半顔で、マックに、ポテトを買いに行ったことがあります。これは本当の話です。軽いでしょ、怖くない？こんなメイク私はしたってことよ。はい、まずマスカラはのボリュームタイプのね、マスカラを塗っていきたいと思います。本当にあったら怖い話。こうやってボリュームタイプの、つけま感を出すためにはやっぱりこれしかないっすね。重ね塗り、重ね塗りをするしかないっす。ボリュームからロング、チーズチーズチーズ。マイティン、すき焼き一緒に食べよう。いや、とか言って。ちくわさん前のツイッターに、ギャグなんちゃらかんちゃら、なんちゃら。ゆり、やっぱり優しい君は。やっぱりゆり好きだわ、まゆ。ゆりが最近来てくれなくてちょっと泣いてた。今日来てくれないかな。そしたら来てくれて今日嬉しかった。鐘が鳴ってる。ラララララララ。はい、次ロングタイプの塗って、まつげをね、ケバッケバにねしていきます。うわ、すっごいつけまみたいになった。こんなこと初めてしたんだけどさ。もともとつけまつけてたからマスカラ嫌いだったんだよね、眉。どう？眉、マスカラ。タワーくらい余裕だし。無理せんでええんだよ、みんな。
でもちくわくん嬉しいよ、ありがとう。2期生マユテ好きやわー、ピンクのみほ好きやわー。マユじゃないみたい。あ、忘れてた。そしたら下まつげにも塗っていきます。なんか下まつげがなんかバラバラなんだけど、ちょっと下まつげビューラーしないとな。こうやってね、下まつげのビューラーはパッ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 ってやります。ちょっと待ってね。こうかな。はい、そしたらね、最後に口紅を塗って完成でございます。アッシュ大丈夫だよ。アシュはね、いつかちくわなんてね、全然倒せるくらいのね、いい人になるから、大丈夫、大丈夫。マイティのショールーム、見てみた。見て、見た目と全然違ってびっくりした。本当に？できた！できた。できたよ、みんな！みんな！その色のリップいい！嬉しい！重ね塗りした。マイティ好き、嬉しい。ドゥンツドゥン、ドゥンツドゥン、ドゥン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 。やっほー。ドゥンツドゥン。前に行くだけでタワー立てる。大丈夫よ。やる。でも月間みたいにまつげバサバサになってる、意外と。結局誰が、みんな、みんな気になる、みんな気になる。何？遠目だと。ちくわ待ってるよ。カラコンでかいよね。ギャルもいいかもな。ゆりって名古屋なの？てっきり大阪だと思ってた。今の状態でスクショいいよ。
つものマイティだよーねーイエーイエー何見てんのねえ。ねえ、何見てんのねえ。襲っちゃうよねえ。なんと言ったって妖怪マイティなんだから。うわぁスピノーが見て嬉しい。いや、あれは漏れたから。襲ってー。私はこうやって口でかお化けだから。食べちゃう、食べられちゃうか。食べちゃうことだってできるんだよ。前のレーンは、笑った!カンタが笑ってくれてよかった!ほら、妖怪だからこうやってね、こうやって、にーって笑うとね、黒目になんの。素顔の方が小顔?変わんないけど。遊びに来た!てか何?やっほー!やっほー!やっほー!踊っちゃうよえ、襲われちゃう?そう、うち修学旅行行ってきたよ、どこに?いちご、テンション高いね、ありがとう!それは褒め言葉かな?リンゴ丸かじりで。眉ってなんかさ、こう、顎が出てる気がするんだけど、気のせいかな?出てる顎。なんかね、歯が前に出てんのよね、眉。こうやっていいってすると、歯の方が前ですね。眉はこうやってそれちゃう。こういう顔になるの。あ、生八つ橋美味しいよね。こうやって、歯をこうやって揃えると、こういう顔になるの。え?妖怪の怖さとか言わないでよ。ねえ、ねえ、ねえ、私、妖怪じゃない。ねえ、ね、みんなが妖怪って言うから、なんか体の奥から、なんか、うわぁ私、妖怪じゃないよ。どう見たって普通の顔じゃんね。ねえ、どうも普通じゃない?普通なんだけどな。朝初見だったよ、嬉しい!イエーイ!モアイより全然マシ。イノキか。グッティ、グッティ、え、グッティ。マジ最高。イエーイ。普通やね。普通だよね。ん?なんか心の奥から。闇が出てくる私の中から闇がテニスじゃなくて悪魔なんだけど。なんかやばい。化け物じゃないよ。私の名前は高橋妖怪眉だよ。かっこプリンセス。高橋プリンセス妖怪眉。15歳。血液型 A 型。誕生日。9月17日。忘れんじゃねえよなんか心の中から天使が。あれ、さっき一体どうだった?さっきどうなってた私。え?何?妖怪プリンセス。え?妖怪って何?え?何のことみんな?え?私って今日普通じゃない?ちくわまゆらって書いてあるじゃんねーテンションの高さについていけない。追いつけない。ごめん。妖怪になってた?嘘。え、この妖怪ってワードが禁句なのかな?なんか、
頑張れ天使マユ。むーあれ半分こになっちゃった。え、こっちが。うーなんか変な感じ。体が、なんか、こっちが引きつってて、こっちがなんか笑顔。あ、こうやって心を落ち着かせると妖怪も言うこと聞くんだね。私のつけ、今つけてるカラコン欲しい方とか言って。この妖怪をね、妖怪じゃなくなるには、この、目玉に入ってる、この、物体を取るしかない。この物体を。いや、欲しいんかい！え、なになんで今、なんか、ガチャガチャしてる。ガチャガチャみたいな。撮ってみて。そしたらカラコン無駄にしちゃうじゃん。意外によくできた設定。さすがにいらん。画面に妖怪つけてない。つけて、あ、なんだ。妖怪つけないでね。画面に妖怪？まあ、いいね。この悪魔の、この悪魔を作る物体。この悪魔を作る物体を私はよく鏡に貼って保管しとくのが好きだった。視力、わかりません。1くらいなんじゃないですかね。B 寄りの A って言われました。来週体育祭だよ。私、体育祭で好きだった競技があって、スウェーデンリレーっていう競技なんですけど、え？ちょっと朝日かなさん来てませんか？ねえ、朝日かなさん来てませんか？え、ちょっと、いますよね？朝日かなさん。おーい！かなちゃん？かなちゃん？やっほー。そう、私はこの悪魔の物体を鏡につけて保管するのが好きでした。危険な遊びではないですね。それは、いやねえ、やめてよ、ねえ。やめてよ。なんだじゃん。初見ハートハート。初見さん嬉しい、大歓迎。私の、え、朝日さん来てる。いや、なんか、え、な、マイティは、ねえ、マイティは？マイティ可愛くないの？ねえ。レアちゃん、マイティンは？マイティンは？ほら、可愛いでしょ？ね。ね、なんでみんなカナちゃんのこと探すの？マイティンとお話ししたい人いないの？そんなことより朝日さんって。高橋さんは？初見です。綺麗ですね。ありがとうございます。え、こっちの顔どうですか？初見さん。どうですか？こちら顔どうですか？ちょっと、目玉がちょっと大きいんですけど、どうですか？なんだってマイティン可愛い。でも朝日さんってどういうこと？カニャン。カニャンどこや？どういうこと？わらわら。ダサい玉って言わないだん？なあ。こっちの顔妖怪ですよね。初見ですよ。妖怪泣いちゃうから。そうやって、妖怪に意地悪すると、妖怪も心、妖怪人間になりたいの。人間の心を持ってるんだよ。そうやって妖怪のこといじめちゃいけないよ。ねん。いじめたら、泣いちゃうよ。どういうこと？高橋さんじゃない、もう、ねえ。え、泣けとか。もう。私の相手してくれるのはぬいぐるみしかいないんだ。
早く人間になりたい。そうです。まあ。そうです。カンタ好きだわ。何神戸の刑爆笑してんの。マユは本当にもうぬいぐるみしかいないんだよ。もう前ないんですけど、そこに並んでるたくさんのぬいぐるみたちだけなんだよ。カレーじゃなくてコヒくんって言いなさい。かわいそうでしょ。ね。もうマユはぬいぐるみと遊ぶからいい。もうみんななんて知らん。かくやーかくやーありがとう。もうかくやん好き。もうかくやん。うわーアラード好き。ねえ、アラードとかくやんじゃあ遊ぼいしょに。腹痛いわ。ぬいぐるみしかいないの、マイティには。ねねコタロウちゃんねデリシャスバナナも好きだよね。ほんとに。もうなんて可愛いの、ほんとに気持ちいいし、ほんとに。ずーっと抱いてられる。ぎゅーぎゅーぎゅー。あ、ごめん。前のファンデーションついちゃった？あ、大丈夫。こっちはついてないから。こっちだけだよ。こっちにそれは、まあ、大丈夫さ。カニャン見つけた。その上。わらわら。ウェーデンリレーって100、200、300、そうだよ。そうだよ。俺はマユさんしかいないよ。しか、ピグミ、それは本当か。嘘なくせに。マユティに寂しい時はこっちに来てね。マス心の癒しだ君は次の握手会はバナですね。コタロウかわいそうや、そんなことない。コタロウ、コタロウちゃん、君はね、一番の本命だよ、私の。ね、コタロウちゃんにね、この間コタロウちゃんがね、穴開いちゃったの。ここに穴が開いちゃって、綿が出てきたんだけど、私がそこを縫ってあげた。そんくらい君は好きなんだよ。君のことは捨てられない。捨てて燃やしたりしないからね。一生大事にするよ、マイティンは。だから、その、クリックリな、お目目で、ずっとマイティンのこと見てて、ね。ねえ、ね。まっすー、寂しい時にはフランスに来いよ。何を疑っ、ピグミン、私は疑いますよ。マイティン、バスケしようぜ。いいよ！あ、ダメ！ダブルドリブルした！マイティンにボール貸して！やべえやつの配信。私やばいやつなんですか？私やばいやつなんですか？ネジが緩いね。ごめん。緑黄色社会さん。私社会の授業あんま好きじゃないです。はい。前プロレスごっこは、私プロレスルールがわかんない。何？プロレスは相手の上に乗って叩けばいいっていうルール？それだったらいいよ。激ヤバ！プンプン丸！マイティン頭で。楽しいからいいよ。ありがとう。今自分、なんちゃら、ん？反則したいよな。そう。反則した。反則した。ダブルドリブルダメだよ。それはいじめです。花のち晴れ、見てます。こんなの乱暴に扱いすぎやろ。そんなことないよね。ね。だろうな。君は私の一番の理解者だから。あ、こっち。本当にみんなにも触ってほしいよ。ドナルド。マネージャーから怒られない。昨日叫んだ。花のち晴れ最高でしょ。昨日寝ちゃった。だ。最近ゲー。私が彼氏できると思う。彼氏はこのコタロウちゃんだよ。ね、ずーっと彼氏だもんね、マユの。ね。
もう眉が今まだ小太郎ちゃんは1歳くらいだけど、小太郎ちゃんが眉20歳くらいになるまで待ってるからね。舞はこの子と結婚する。この子と私は結婚します。今付き合ってるもん。だって小太郎ちゃんと付き合ってる。はい、小太郎ライフです。あ、ちくは二十歳なの？うん。でも小太郎ちゃんに勝てるね。勝てると思う。こんなに前の理解者だよ。この子は一番理解してくれる、私のこと。あ、ちくかわいそう。小太郎ちゃん泣いちゃうよ。高橋小太郎会うでしょ。私も小太郎の彼女になりたい。小太郎はまずお店で買います。お店で買ってそれでお家に置いとくだけで彼女になってくれると思います。あの、彼氏になってくれると思います。私もそうです。お店で買って、お母さんが買ってきて、それを普通にポッて置いといたら、私のことが好きになりました。私も好きです。テルミク、テルミルキー。じゃあ、小太郎になる。頑張ってなってください。また変なこと言ってる。そう、私は購入したんです、この子。いくらで購入したかわかりません。お母さん買ってきました。いくらで購入したかわからないけど、でもここから私の彼氏になりました。私に 何をされても、こうやってね、こうやって潰したりしても、この子は顔色一つ変えません。かわいいでしょ。レンタル彼氏は OK ですか？わかりません。わかりません。この子500円ではありません、多分。何？綺麗になったでしょ？綺麗でしょ、私。私綺麗でしょ？私綺麗でしょ？私綺麗でしょ？ねえ、私綺麗でしょ？いつの間に2123人になってんの？綺麗だ。ありがとう。ソフユーですね。ソクリスマス。みんな、眉どこか行きたいな。私の彼女にしたいなら、すっぴんまで愛してね。私の彼女にしたいなら、夢ばっかり見せないでね。夢ばっか見せないで。唐突に笑。私だけの秘密少しあげる、抱きしめた。君が好きだよつぶやく、白いメロンゲの歩けないように、二人だけの秘密作ろう。誰か前で二人だけの秘密作ろう。あ、イエイ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 、君が笑えば僕も笑うから。え、初見ですがめっちゃ好きになりました。嬉しいお言葉、嬉しいお言葉、嬉しいお言葉。じゃあね、まゆはさくらと一緒に二人だけの秘密を作ることにしました。TikTok、 あれはそうかな。これはそう、これはじゃあ構成番長に向けたあのやつ。タラ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 タタ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 、まあ構成番長がここにいて構成番長を潰して。嘘、ごめんね、ごめんね、ごめんね。王林に潰されるんだったらいいでしょ。王林にこうやって叩かれるんだったら。そっか、なんでそれな。前一番あれが好き、でも一番いいねが伸びないやつ。準備はいいかな。スリー
2, 1, here we go! グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう何作ろう右手はチョキで、左手もチョキで、かわいい子見つけたってことで、私はかわいい子ってことです。はい。TikTok のさ、ひなたちゃん、かわいい。レイアウトのやつやばいやつなんだよね、でも。でも載せられない、あれは。レアにさすがにダメって言われた。ダメとこすいたはっはっダメとこすいたはっあいってやつ。え、嘘マユおすすめで出てきた嬉しいそれは嬉しい。はしゃみーはしゃみーちょっと高いんだよね。はしゃみー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 ちょりちょりはさみーててちょりちょりはさみー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 ちょりちょりはさみーちょりちょりはさみーはさみー。ね、ツイッターに載せたやつはね、マシなやつ。まえさんが振り向いてくれない。早く飲めてが痛い。コールをするのはめんどくさい。グイ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 よし来いここはデイデイデイハクダルハクダルダルダル。今度これやるかな。いや、風じゃない。風じゃない。TKO。何それ。TKO って何？ケンニー、ハッツィ。え？ハッツィ？え、ハッツィってあのハッツィ？え？あのハッツィ？パンダの？あ、アイリちゃんがあれか。あれだから緑なのか。そういうことか。ね、TikTok 一人でやるのあれなんだもん。じゃあこれでやる今日。このちくわだけ消してやるね。そうするよ。ちくわだけ消してやっとく。うん、そうしとく。そうしよう。あ、そんな名前だったっけ。そんなに可愛いのにネジぶっ飛んでますよね。いや、可愛くないです。私はこの私のこちらの顔はあんま、あんまですけど、こっちは可愛いと思います。あ、テクニカルノックアウトのことね。TKO ね。あ、そういうことですね。タオルを投げるやつですね。はい。もうダメだ！パーン！ TKO！ みたいな。やって暴れてほしい。妖怪、ちょっと、じゃあちょっと TikTok あげるから、今日が、あの、本当はここで撮りたいんだけど、あの、著作権で音楽を流すと、あれなんですよ。なので、ちょっと、後で、一人で、ブンブンブンユニコーンとかやってきます。そういうことですね。私もミスマが応援してます。アイちゃんも絶対グランプリ取ると思います。はい。皆さんもそう、終わりです。そう思ってますよね。でしょうね。ぶっ飛んだろ、マイトロのことや！そんなことないよ。マイティになってね。ちゃんと話すときはちゃんと話すんだけど、だって人間だもん。ちゃんと踊るときはちゃんと踊る。あら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 みたいな。妖怪楽しみにしてます。はい。わかりました。楽しみにしててください。楽しみや！私、いいねがあんま来ないんですよ。最近 TikTok 上げてないからか。しょうがないか。うん。俺との時話してくれないよな。何が？じゃあ次の握手会は本音話し合おっか。ってことで、前の握手券買ってね。本音で話そう。前はこう番長のことが好きか好きじゃないかについて。ってことで、話そうね。ってことで話そう。なんか好きになりました！嬉しいお言葉ありがとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しいです。私、ショールームやっててよかったです。ギフト来てるから見てあげて。
え、サンタのサータ、ありがとうって私言ったよ。私はあなたの。じゃあ、わかった。サンタのサータのために私歌いたいと思います。クリスマスソング。どこかで鐘が鳴って。確かな。なんだっけ。なんだっけ。ラララララララ。ラ寒さが心地よくて、あれなんでこういう、ここ低くて歌えないんだよね。星座がなんだと繰り返す歌と、わざとらしく見上げる街のせいかな、会いたいと思う。まあいいわ。あ、じゃあ。ちょっと、イガルドの方歌っていいですか？君にメリークリスマス見下ろせば街やツリー見たいわならならら夢ならば永遠に覚めないで耳を澄ませたら聞こえるわシャララ君に散れば幸せなのこんなにも素敵なクリスマスな。あ、好き。今年のサンタクロースからの贈り物は何？キス、メリーメリークリスマス。メリーメリークリスマスですね、この歌。好きなんです。今度ロメオ撮ってよ。ロメオ？ロメオ？ロメオとジュリエ、サンタもサンタ。ありがとう。おむすびコロリン、トントン。ジムだって10時までだもん。いつも私9時くらいに行くから大丈夫。はい、テンション、としおさん。イェーイ。あ、どう。青春シンフォニー。ギフトありがたやです、ほんとに。ありがとう、サンタのサータ。マス、あれすごいよね。こういうやつ。マス、すごいよね。ダンスもできてパンも作るってすごいと思う。前にも教えて。もでこ？ちくわって書いてあるの。タワーを投げてくれた俺。ドゥンドゥン、ウィッグやってる女子を見て思ってること言います。ウィンクやっている女子を見て思ってること言います。すごすぎ自分が可愛いと思ってやっているんだろ。そうだよ、ララ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 ラ。大丈夫よ。星でも嬉しい。眠くなってきた。じゃあ私がなんか眠くならないようにおまじないをかけたいと思います。お、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 おきとファミニャン、おきとファミニャン。ありがとう。おきとファミニャン、ありがとう。この間の握手会も来てくれてありがとう。ねえ、この間の握手会も来てくれてありがとう。おきとファミニャン、ありがとう。本当にありがとう。本当にありがとう。本当にありがとう。ちなみに朝日さんがここにいる。今いるかわからないけど。よかったね。いや、特技がないってこと。ある日。今さ、ちょっと待って。ちょっと暗くなるね。ちょっと、はい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。じゃあ私、クマさんの歌を何番まで歌おうか、ちょっと。クマさんの歌。歌詞。今日ね、クマさんね、くれた人たくさんいるから、だから、クマさんの歌をみんなに歌いたいと思います。宇多田ヒカルさんも歌ってんの？ある日、森の中、クマさんに出会った。花咲く森の道、クマさんに出会った。クマさんの言うことや、お嬢ちゃん、あ、間違えた。
お嬢さん。おいでなさい。そこらさっさっさのさ。そこらさっさっさのさ。ところが、黒さんが、後から、ついてくる。とことことっとっと、あ?とことことこと、あ?え?とこ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 、あ?とことことこと、こと、わかんない。え?と、後からついてくる。とこ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 と、とこ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 と、こ、あれ?違う。あれ?え?後から、ちょっと待って、やばい。カタカナが読めない。とことこ、とこと、とこと、こと、とことこ、あ?ちょっと待って!スタコラサッサッサのさ、とこと、とことこ、とこと、こと、とことこ、あ?な、それが歌えない!ね、どうしよう、え?後からついてくる、とことこ、とことこと、とことことこと、あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、まあいいや。あらくまさん、ありがとう。お礼に、歌いましょう。ララ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 ラ。ララ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 ラ。ラララララ。ダメだ。くまさんの歌って難しいね。くまさんは、歌手、童謡、小、あれ、わかんない。ダメだ。ダメだ。ある日、ショールームで、妖怪に出会った。私のこと?よよ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 妖怪に、ゲーム、マイティープリンセス。イェイ!プリンセスは、人間になりたいけど、なれないわ。どうしてだ、ら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 。ララ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 ラ。アラード、2体目ありがとう。じゃあ、アラードのために気持ちを込めて、歌いたいと思います。口大きく開けまして、妖怪の魂抜いちゃうよ。マイティンが妖怪に入れちゃうな。妖怪の魂抜いちゃったよ。でも妖怪の顔まだだ。仕事頑張れ。じゃあ、私がみんなのためにひなぽん、まだ起きてる。お、これで目覚めたかな?覚めたかな?女子校のノリ?私女子校じゃない。サンダのサーター、いつもありがとう。大好きだよ。サンダのサーター、大好きだよ。なんだかんだで、3000人、はぁ!びっくらぽん!3000 円。3000円じゃない。間違えた。なんで私3000円って言ったんだろう。なんで私3000円って言ったの?くら寿司か。あたしくら寿司よりはま寿司派。みんなは何寿司派?寿司ローも美味しいよね。うん。何?歌で眠くなること一生ないと思う。よし。じゃあもっと歌っちゃおっかな。ポケットの中には、は、妖怪の魂!私が
左目に妖怪の魂入れたらまたまた本当の妖怪になっちゃうよ。生もの苦手派？ちょっと王林に確認しとく。王林は生もの好きですかって。そしたら私が認めたあなたは王国民ではない。アラードさん、え、アラードはブルーシートで寝てるんですか？演技始めじゃない？え、王国民じゃないの？マイティン、お菓子じゃなくてスルメ好き。まあ、干物類だね。うん。でも普通にパーツ飛んでますよね。ネジはないけど。人間にね、ネジはないんだよ。その代わりね、人間は、ネジがない代わりに、涙が出てくるの。私だって涙くらい出てくるわ。よだれも出るし、鼻水も出る。これは、妖怪ではないです。私は人間になったんです！やっと人間になったぞー！久しぶりに来たけど、やっぱり頭のネジ外れてて好きやね。ネジはないんです。ギャル気スイッチ？そんなのないです。私は涙も鼻水もよだれも出てくる人間だ！もう、人間。私は。大丈夫、マス。君は、いい心の持ち主だと思う。いい心の持ち主。ありがとう。本当に。一瞬だけ人間になったんだね。私、人間より妖怪の方が好き。私は人間になりたい！もう、人間に、しってされるのは嫌だ。だから、緑の涙なんかじゃない。私は透明な綺麗な、美しい涙を流すの。なのにみんなは、私のことを妖怪、妖怪、妖怪って言って、ああ魂が、はあ妖怪になっちゃった。妖怪になってしまった。妖怪になってしまった。私はミュージカルをやってない。本音で話してる。私は、妖怪にはなりたくない。ほら、アーマルが前のこと可愛いって言ってくれるから妖怪じゃない。なんで劇団主なの？マイティ、脚本家兼演出家になればいい。私はみんなに本音でぶつかってんの。私は女優じゃない。私はみんなに認められた。まず妖怪を、私は人間になってからの夢があるの。聞いてくれるかい？人間になったらね、まず、キラキラした舞台に立って、歌って踊りたいの。そして、時には、キラキラしたステージを歩いてポーズしちゃって。ね、人間やらが読んでる本の一番表のところに私が映って、そしてみんなに、ってされて、そうなりたい。この人間たちが見てる画面の奥には、
私がいる。そういう人に私はなりたいの。だからなるの。まず、この妖怪の魂を抜かないと私はそうなれない。でも、抜けないの。私、妖怪だけど、夢を叶えたい。みんな、協力してくれるかい？人間になりたい。人間になったら、私はあれを、今言ったことを叶えるの？何を言ってるのかよくわからんけど、もうマイティの頭はおかしいのはわかる。そういうこと言わないの。私はね、私はね、一言で言うと、人間が好きなの。ピグミン分かってくれるかい？私はじゃあピグミンと一緒に二人三脚で頑張るよ。ありがとう、ナオチ。ナオチ、ありがとう。ありがとう。言えないやつ。私はそして、お空を飛んでみたいの。私はいつも、足で歩いて、そして、人間が住んでる町に行くと、どっか行け！シュッシュッってやられて。だから、お空を飛んで、小鳥さんとお話をして、そして、皆さん人間たちが、歩いてる、その景色を、上からこうやって眺めたいの。ってことで、私は人間になりたいと思います。私は人間になる。人間になった。私は、この、悪魔のコンタクトから、私のつけたコンタクト。人間になった。ってことで、私は人間になったっていうことで、ソラピー人間になったよ。ってことで、私は、その夢を叶えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。一年生になったら、友達100人できるかな。なあらら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 。普通の話飾りましょう。いやー、本当に妖怪っていうね、人生は疲れたわ。本当に
妖怪の人生は疲れた。本当に開幕しないよ。もうエンドってなったから。さっきの。じゃあまたエンドにしたいと思います。まだ勘違いしてる人がいるので、またエンドにしたいと思います。エンド。はい、エンド。はい、カット。いい作品ができた。そういえば握手会行ったよ。嬉しい。来てくれたの。名前言ってくればよかったのに。名前言ってください。今度前から聞けばいいのか。名前なんて言うの、なんて言うの、なんて言うの。じゃあこれからよろしくね。また来てな。ありがとう、シロアンちゃん。今、妖怪ごっこみんなでしてたの。今、妖怪ごっこしてて、それで、まゆが、妖怪になって、それで、みんなは、鬼退治のようにまゆのことを軽蔑して、そして、私が、みんなに、わーって言って、みんなを退治して、それで、私は、妖怪から人間になれたというね、いいお話だった。ってことで、マイティンの勝ち。頭真っ白になって、名前言うの。頭真っ白になっちゃったの。そっか。じゃあ今度は、マイティンから名前聞くね。ナオチ、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 ナオチ。覚えた。マイティン覚えた。友達妖怪マイティンです。めでたし、めでたし。あ、めでたし、めでたし。写真撮ろうよ、みんなで。校舎裏に寄せ書きしてた。誰にも読まれないような場所に気崩した。イェー。泣いた、ありがとう、好き。嬉しい。私も、今泣ける。今泣ける。今泣ける。本当に鼻水が泣ける。リトグリ好き。リトグリ好きだよ。向かい風ばかり、なんて自分だけ、綺麗事が嫌いだった。すべては繋がる、今この瞬間。走り続けなきゃ夢に近づけない。空見上げてるだけじゃ答えは見つからないんだ。今こそ証明したいよ、僕らがここにいること。わかんねえ。ありがとう。いやマジ本当に妖怪の話はもうレアが、悪役だったね。うん。イェイ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 。うん、でも、ライブ行くまでにはなんないかな。まだ、そう。ただ、歌が好き。歌が好き。ライブはやっぱイーガルズさんだわ。ほんとに。最高。E-E-E-D-I-R-M-S-E Girls!レアだ。ごめん。普通にライブ行きたいね。ライブ行きたいね。嘘、嬉しい。エンター嬉しい。イコラブ？きっと君だ、君だ、君だ。リクシーでしょ？イコラブ最近聞いてるんだ、マユ。リクシー。あと大好きってやつ、大好き大好きめっちゃ言う子の歌とかめっちゃ聞いてる。なんて名前だっけ、忘れちゃった。
ダメだ、まあ、人の名前を覚えるの苦手なんです、本当に。好き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 みたいな、あの大好きみたいな、あのサーシーインスタがめっちゃ面白い、本当に。お、あのね、ファンのな、ファンの方のお名前はすごい覚え、カノじゃん、ヤッホー、足大丈夫、何アイドルボ、前にミックス教えてあげて、ミックス、何それ、何それ、ミックスって、あ、好き、マイのこと、ありがとう、ありがとう、マイも大好きだよ、とっくの前に良くなったよ、あ、良かった良かった、本当に良かった、心配してたんだよ、カノちゃんのこと、本当に。よかった、覚えとってくれて。でもね、もうちょっと経ったら忘れるところだった。よかった、今のタイミングで来てくれて。またね、頭の中がね、角角角、角だらけになったよ。おー、よっしゃ、行くぞー、タイガー、ワイヤー、ワイヤー、それ知ってる、メッセージありがとう。いいえ、どういたしまして。真面目にコメントしたの初めてだから、答えてくれ。これ何時まで？わからない。でもね、楽しいからね、なんか、なんか終われない。ちょっと楽しいから、1時間半までかなって思ったけど、ちょっと延長しちゃうかもしれない、私。どうしよう。もう終わりにしていいかい？どう思う？みんな。まだやってほしいかい？どう思う？ずっとやろうよ。配信楽しい。ちょっとずっとごめん。マイティンの体力が持たないかもしれない。ね。ごめんね。でも、もうすぐ4000人。じゃあ4000人行ったら終わりにしよっかな。どうしようかな。無理はしてないよ。まだやろうって言ったらあと5分ずつ延長していくからね。ってことで35分までやります。わからない。真面目にコメントしたのにさ、妖怪さん楽しいし。聞いたり始めようと！待て、今 !1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。筋トレ終わった。星投げるね。ありがとう。5000まで。前も今日、ちょっと、ジム行かないとな。サボっちゃう。私、腹筋割れてるよ。自分で言うのもあれだけど。腹筋割れてます。ごめんなさい。私は、一番腹筋に効くのは V 字腹筋です。皆さん、やってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。土曜日以来、ジムに行ってません。高橋舞です。今日は、なので、ジムに行きたいと思います。はい！みんな、寝っ転がって！はい、V 字腹筋は、こう寝っ転がって、こう V にして、体をね、はい、上半身起こして、足も起こして、V にすることを、V 字腹筋と言います。それで、パタって倒して、パタッてやっ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 て、V 字腹筋はそうやります。はい、みんな、じゃあ寝っ転がって、やってみましょう！はい、あのね、なんかマットがあるといいので、ヨガマットとか引いてやってください。では、30秒間、よーい、スタート。10秒経過。終わり。これが一番腹筋に効くトレーニングです。私の中ではそうだと思います。私はいつもそれを30秒2セットやっています。
皆さんもやってみてください。私はなんか横のこういう腹筋もやったりします。皆さんもやってみてください。はい、カンタはできるよね。マイと一緒にムキムキになろう。マイと一緒に筋トレ試してみるわ。うん、頑張れ。さっき洗ったから腹筋つらい。みんなワイルド配信見て笑ってくれんの？嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな。撮影楽しかったなあれ。マイティの撮影が楽しかった？本当に？じゃあ今度はマイティと一緒にハート作っちゃおっかね。ハート作ってね、そうしよっかね。マイティにラブレターでも渡しちゃう？撮影会の時に付き合ってください、そうしちゃう？本当に？マーティンのショールームそんな面白い？嬉しいな。米の剣ありがとう、ありがとう。カンタ、次は一番に来てね。幕張の時、一番に来てくれて嬉しかったよ。じゃあ今度作ろう、ハート。今度ハート作ろう。マイヤマジ面白い、ありがとう、嬉しい。理屈抜きで笑ってしまうのはマイティーン配信だけかも。嬉しいな、嬉しいな。でもね、この配信が聞かれることもあるんだよ。私イヤホンで聞いてるから笑うと親に変な目で見られる。それよくで、マイティーンの配信でね、見てて親に変な目で見られたっていう人いっぱいいる。本当に大丈夫よ、マイも親に言われるから。うるさいなー、うるさいなーって言われるから大丈夫。でもね、私親の前でもこうなんだから、変なダンスして親に変な嫌な目で見られて、もうそんなことばっかりやってるから。いやでもマイティの方が変な目で見られてるよ、大丈夫さ。カンタありがとう。マイティはね、変なダンスをね、目の前で踊って変な歌をね歌って、ラララーみたいな、ね。5時半は電車の中で笑って、変な目で見られました。大丈夫っす。会議中は、マイティの配信を見ないことをお勧めします。でも、見てください。私はヤンキーではありません。マイをハグしてくれないかな。アシュー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 、あ、画面が、いてててて、現実戻った。会議中なの？あ？あ？いいのかな？いいのかな？見ちゃって。見ちゃっていいのかな？ちくわ？好きだよ！じゃあ本音で言います。私はちくわくんのこと普通に好きです。はい。普通に好きです。私、みんなが思ってるよりもみんなのこと好きだってからね。こんじゃんじゃ、みんなのこと嫌いだったらこんなにショールームやらないよ、マイティン。こんなに延長なんてしません。ほら、35分過ぎた。5分延長。はい、決定。ってことです。私、神戸の剣のことも好きだし、マッスーのことも好き。ルカチアって名乗ってる人も、ファミリアって名乗ってる人も、池町組って名乗ってる人も、もういっぱいもう好き、もう本当にもう好き、みんな。青丸は好きだよ、青丸大好き、めっちゃ大好き。もうみんな好き。前の配信見に来てる、もうこと自体も好き。もうペグミン大好き。高成意外と迷い推しじゃない？意外と前のことも忘れてくれてない？意外と、意外と。
だから好きって言っとく。向かい側好き。向かい側頑張ってるから好き。延長いい判断。頭をネジ外れて、でもいい判断はできる。私は頭をネジなんて外れてないです。頭をネジなんて外れてないです。私よく覚えてたと思う。足のケア。大丈夫？また無駄しない、無理しないでね、バスケで。マイティン中毒です。その言葉は知っててもいいんですか？もう青丸好き。俺がカニャンカニャン相手でもマユちゃんの代用してくれるから感謝しかない。大丈夫っす。少しでもね、頭の中にね、マユっていう言葉ね、マユのことを考える頭がね、あれば、もうその人は大好きです、私。はい。マイティンゼッケン作ってくるか。イエーイ！イエーイ、ゼッケン。嬉しい。バレーボールなのね、次は。怪我しないでね。バレーボールは痛いから。痛いから。マイはすごい苦手、バレーボール。うん。バスケの方が好きです。向かい側！早く英語ペラペラになって喋ろうね、マイと英語。また王国民省いちゃうし。なんでいつも？ね、ワンちゃんごめんね。王国民も好きだよ。王国民も好きだよ。次のね、関東はマジでコスプレしようと本当に思ってる。どうしようかな。お帰りなさいませ。ご主人様！どうしよう。それとも、カレー食べるかい？いや、マイがメイドなってすると思う。するよね？うん。前メイドするよね。するに決まってるじゃん。これでもよ。あちょポリス。大丈夫。足もね、時々って言ってるけど、前のことも好きって言ってくれるから好き。ゾンビメイク。マイティのコスプレ絶対面白いわ。じゃあちょっとマイがさ、コスプレするってさ、言ったらさ、みんな悪手券マイの、買ってマイのところ来てくれる？ねえ、来てくれる？マイティがコスプレするって言ったら来てくれる？まあ人生初だ。ねえ、ちくわ好き！ちくわ。まだ消してないよ。行く？それは言えないけど、何のコスプレか。ねえ、もう来てほしいな。まゆはみんなよりもすごいコスプレをすると約束するから。ね。だから、次の関西は私服だけど、その次はコスプレやろうかなって思う。コスプレやるから、私人生初のコスプレ。人生初のね、私はハロウィンとかでもコスプレを着たことがないし、別に、渋ハロとか行きたいとか、思ったこともあるけど、行かなかったから、だから次の私服の握手会は、だから、コスプレ、ちょっと、やろうかなって。ほんと楽しみ！小太郎、あ、潰してた。普通に潰してた小太郎。ごめんね。でも喜んでる、小太郎は。マイティの足、いい匂いって言って。おでこ配信？しょうがねえ。これはやるしかないな。おでこ配信。ゴムがない。ねえねえ、ゴムがないよ。君、どこ行っちゃったの？
おでこを出して、だだだだだ。いいや、このリボンで。こんなところにタワーがあるんだけど、やばい、タワー、ちくわくんが建ててくれたタワーがこんなところに。嬉しい、ありがとう、タワーオブテラ。もう少ししゃがんで、鼻に突き刺した。あ、できた。タワーがそびえ立ってるぞ。ああ？タワーがそびえ立ってるぞ。ラララー。イエーイ。タワーがそびえ立って、あらららら。大丈夫。LINE だからすぐ消えるよ。シュッ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 ドンパー。今日はこれでお別れしたいと思います。タワーありがとう。今日の朝もドナルド・ユータとタカさんがタワーを立ててくれて本当に嬉しかった。今日の夜もちくわくんがね、もう本当にありがとうございます。いいね、ありがとう、本当に嬉しい。つぐるくんもいつもいいねくれて本当に嬉しいな。ちくわくんまたハートくれた、ありがとう、ありがとう、すごいな、嬉しいな、本当にありがとう。みんなちくわさんすごい、本当にたくさんハートありがとう、本当に本当にありがとう。もうリボンでごめんね、ここにつけてんのリボンでごめんね、嬉しい、でもありがとう、本当に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 ありがたわ、本当にありがたわ、ララ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 ラ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。まさかコスプレって東京タワー。さあ、さあね。私は本当にコスプレはわかりません。何も本当に皆さんに言うことはできません。てかショールームやってくれるだけでこう手がありがたいっていう。本当に、本当に、そんなことないっす。ありがとう。雨気をつけて。でも、雨降ってんの？
雨まだ降ってないわ。大丈夫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 よ。雨降ってないから自分も頑張るわ。本当に頑張れ。アシュバイト頑張って。本当に本当に、そして今度こそもっとちゃんと話そうね。感謝、本当に感謝。もうみんなに感謝してる。私はもうみんなに感謝してるから、もうこんな書いちゃった。本当にその感謝の気持ち、もうね、本当感謝の気持ち。さっき降ってた？本当に？マジか。本当に？本当に？俺も話したい子、話したい。この前少なすぎた。ちくわは1回、2回、3回くらいしか来てくれなかった。悲しかった。うん。雨降ってもマイティ大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ま、ありがとうって言わなきゃならないのに、こっちがなんだけどね。普段から支え、いや、全然本当に。隣で喧嘩してます。喧嘩してます。もう、本当に。あー、喧嘩してる。本当に。おー、あ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 ー。あー、豆王国民、ありがとう。ドナルドもありがとうね、いつも。いつもありがとう。本当に、ありがとうね。マイティンブラックありがとうな。え、ブラック。マイティンブラック。マイティンブラック。久しぶりのワード。そのワード久しぶり。あー、ってことで50分で終わりにしよっかな。隣も喧嘩してるし。私も感謝。初見だけど、すごい楽しかった。嬉しい。また初見さん来てくれるといいな。最近はツイッターに初見さんも大歓迎だよって書いてます。私はそんくらい初見さんが来てほしいです。私は、私に興味ない人でも少しでも私のことを考えて私のこと好きになってくれる人が増えてくれると、私はそれだけで嬉しいです。本当にってことです。私は、いや、静かになりました。友達呼ぶわ。本当に。あ、でもね、こないだね、関東の友達が来てくれた。ん？違う、来てくれな、違うわ。インスタにコメントしてくれた。関東のお友達が応援してますってコメントしてくれたよ。関東のお友達だし、関東のお友達はいい人たちだけど、あらショールーム見たら、前店にハマる。ミリちゃん、久しぶりじゃない？アシちゃん大丈夫。ちくわタワーのスクショ。今度からこうしよっかな。私タワー建ててくれた時しかしないことをするっていうのが、のを作りたくて、なんかタワー建てた時しか見れないことみたいな、これにしよっかな。いいかも。タワーの歌もなんかあれだったし、続かないし、これだったら続きそうじゃない？ウィッウィッって書いて、ウィッって書いて、顔にね、名前を書いてあげて。これドナルドも書くしかなくない？タカさんも書くしかなくない？ちょっと今日タワーを建ててくれた、私お腹見せられない、みんなに。ぼやぼやだから。初見なんですが、舞ちゃんにこれ平常運、私これ平常運転以上の運転です、今日は。はい。平常運転はもうちょっと静かですね。こんな顔に落書きするのはレアだと思います。はい。もっとしっかり書いてあげな。ごめん。ごめん。これが限界。難しいんだって顔に書くの。本当に難しいんだって。50分過ぎちゃった。もうこれは延長ですね。どんだけ延長するの。あー、でもお肉は伸びるよ。ちゃんとドナルドって書いたよ。愛してるよ、まゆ。嬉しい。
延長するんかい。300人で5000。でも、さすがに7人になったら終わりにしないと本当にまずい。本当にまずい。ちょっと、ジムに行かないといけないから。顔に文字を書くときはまさに絵文字。いいね。この眺め。いやー。ちょっと前もまずい。ちょっと。ちょっとその顔でジム行きなさい。嫌です。絶対嫌です。絶対行きたくないです。あ、いいよ。全然。これがまゆです。今から見てくれる人いないかな。ツイート宣伝しよう。このさ、ちなみにこのリボンあるじゃん。まゆが小学校の卒業式につけたリボンなんだよね。こんなアイドル見たことない。面白くて可愛い。嬉しいな。そうやって言ってもらうとね、嬉しいよ。高橋まゆ。非常に嬉しい。本当に。非常に嬉しい。タカさん、本当に好きなんだけど、タカさん、隠れマユラーだからね。ウルトラスーパーミルクウーマンラーウルトラスーパーミルクアイドルマユ誕生。初めてラストアイドルの誰かの配信がこれだったらラストアイドルどう思われるんだろう。私はラストアイドル気がしますか。ごめんなさい。でもこういう子も一人くらいいてもいいかなっていいかなって思って。もうタカさんすごいからね、本当に。いや、ドナルドもそうだけどさ、本当にすごいと思う。ほい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 タワー投げちゃうのも私なんて本当に。かくやん、かくやん、かくやん、ちょっと待ってな、嬉しいよ、ごめんね。いいね。本当に皆さんありがとうございます。皆さんのおかげで私はもう今います。本当に。今の私がいるのは皆さんのおかげです。ありがとうございます。顔がすごいことになってきた。本当にありがとう、みんな。本当にありがとう。本当にありがとう。本当に。本当に。ちょっとタワーは2本は描けないかな。お花にでっかいの描いたから。前バラエティ番組見た。前さ、すごいドッキリ番組に出てみたいんだよね。ケーキをパッてやられるやつ。鏡文字書けるようになろうね。ごめん、書けない。ごめんね。えらい、スクショした。嬉しい。えらいって言われんの好き。顔にタワー書くアイドル。もうね、全然恥ずかしくない。全然恥ずかしくない。仕事終わったら見に来たけど、お顔がすごいことになってん。ごめんね。ごめんね。え、これ5000人来そうじゃん。5000人。かくやさんありがとう。かくやさん本当にありがとう。ありがとうでございます。NGT ナンバーワン。途中からドッキリって分かったら言っちゃう？いや、言わないかな。多分分かんないと思う。分かんないと思う。タワー美人ありがとう。ありがとう。あら、こんなところに東京タワーキラキラ輝いてるね。
本当に東京タワーでね、本当に綺麗。私は好きだよ、東京タワー。ビル越しに見える東京タワー。超好き。夜のね、たくさんビルが建ってるところに、ポツンと東京タワーが建ってて、綺麗なんですよ。そんな東京タワーがね、ここに建ってる。本当に嬉しいです。本当に、ありがとうございます。何？SPEED のヒロに似てる。誰？本当は小屋に行くぞ。てか、マジモンの仕事やります。うん。ちくわ、今日はありがとうね。本当にありがとう。本当にありがとう。本当にありがとう。本当に。ってことで、壇上読みでもね、していこっかな。13位、トシさん。ありがとう。初見さんかな？わかんないけど。わかんないけど、ありがとう。今度コメントしてね。12位、ハッチー。ハッチー、カエルだから最初わかんなかったけど、あのハッチーでよかった。11位、マチャポン。マチャポンもいつもありがとう。今日ハートくれたっけな？ハートだっけ？ま、ありがとう！神戸の件もありがとうね、ハートくれて。嬉しかった。ありがとう、神戸で会おうね。9位、カンタ。カンタにな、カンタと一緒に、な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 。カンタと久しぶりに喋った気がした。嬉しかったよ。ありがとう。8位、アキト。アキトは、クマくれた。クマ。だよね、クマくれたよね。ありがとう。握手会の時もありがとうね。7位が、マッス。マッス、いろいろできて羨ましいです。本当に、いつもありがとう。6位、マメ。マメも、ハート？ん？うん、なんか、ハートだっけ？花だっけ？あれ、忘れちゃった。いいよ。ハートだ。マメもハートありがとう。ありがとうね。5位、バブバブのみ。いつも来てくれて嬉しい。ありがとう。4位、すぐる。いいね、ありがとう。3位、アラード。アラードも、くまさん。ありがとう。ちくわも、ありがとうね、タワー。ありがとうわ、本当にありがとうわ。ありがとうわでございます。本当に。ハートもありがとうわ。かくやんも、ありがとう。タワー、ありがとうわでございます。本当に。かくやんも、神戸で。会おうね。みんな待ってるよ。こちらこそ素敵な配信をありがとうございます。いいえでございます。こちらこそ本当にもう、ありがとうございます。こんな無様な顔、お顔って見せちゃって。本当に、今日はね、2時間、配信できてよかったです。ってことで、終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。アイナー！ヤッホー！